ドラマ梨泰院クラスのあらすじを職場のお姉さんに聞いたら20分かけて頭から爪の先までネタバレをされました。どうもニコナナチャンネルのカハルです。今日はおなじみの赤坂見附店さん、エスパス赤坂見附店さんにお邪魔しております。この番組なんですけど、私が投資したサマイ数分プラスにすることができれば私と視聴者さんに豪華プレゼントということで、今回選んだ商品すごいちょっとね、私見つけたんですけどすっごい可愛いです。あのシンディちゃんのドット柄クッション多分出してくれると思うんですけど、めちゃめちゃ可愛いのでちょっとそれ欲しいと思って今回プレゼントに選ばせていただきました。で今日なんですけど、前回に引き続き 6.5 号機で私がすごい気になってる台を撮ったので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。でもしよければこの動画への高評価とニコナナチャンネルのチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃ今日も実践頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、では今日は 6.5 号機ですね、バチロー犬夜叉から実践していきたいと思います。よろしくお願いします。でこの台、6.5 号機で AT と疑似ボーナスのループで出玉を増やしていくタイプの台になってます。で枚数上限が3枚数2400枚になってるので、ある程度お金を入れても返ってくる私向きの台だと思ってます。で通常時基本的に霊薬待ちなんですけど、霊薬引いてそのままぶった切り目を停止させるか、もしくは広角に上げてそこでぶった切り目引ければボーナス前兆で、ボーナスから AT っていう感じですねの流れ。なんか私犬夜叉の原作なんですけど、家にね漫画もあったんですよ。お姉ちゃんが買ってて30巻ぐらいまでかな、お家に漫画があってアニメも見てたんですけど結末知らないんですよね。なんか私犬夜叉ってやっぱ私の若い時とかに、まあ結構みんな見てたんですけど、結末知ってる人なかなかいないんじゃないかなと思って、今日勝ったら調べようかなと思ってます。気配、基本的に追加で広角の移行抽選をしてるんだよね。今ちょっと液晶がざわついてるから広角にいるかもしれない。で広角にいるとこのぶった切り目の狙い演出がだいたい約23分の1ぐらいでカットインが来てくれます。スイカが滑ってきたら中にいる青の狙って右は適当で大丈夫。これ次でカットイン来る、止まればボーナスの前兆。えい止まった。これであやかし退治っていうボーナスの前兆ステージに行きます。でこれ前兆中になんか霊薬の書き換え抽選もやってて、この前兆中に強チェリーと強チェリーかチャンス目引けば約 50%。 でバトル中に強チェリーかチャンス目引くと 100% で勝ちます。一番弱い、懐かしいね、平井骨。はい、ダメと。一連の流れは大体こんな感じです。ぶった切り目引いて前兆行ってそこで当たるか当たらないかっていう。で今これシューってたまったのが殺生丸ポイントって言って、なんか特殊降格のポイントがたまっていくんですけど、一定数たまると月下っていう特殊降格の抽選をしてくれてるって感じ。いやもうコイン持ちがね悪い。
震えてる。なんかここのマックスベッドのとこにいる犬夜叉の絵がなんかすごい見覚えある絵だなと思ってずっと見てたんですけど、パチンコの犬夜叉のあのビジョンのイラストだこれ。カグラ赤タイトル。今チャンスアップポイント来た。これね、風穴そう盛り上がった感じで2万円がなくなったので3万円目に行きます。ここで止まったらもうボーナス。えや行きました、当たった。投資が2万1000円ですね。601ゲーム、大したことねえんだじゃないんだよ。でこれで仕込んボーナス、斜めの方がチャンスで今回は平行で、このターンは霊薬とかで AT の抽選してくれてます。で基本ここでの当選は 10% ちょっととかで約、この後に行く鉄砲がチャンスで、バー揃いがぶった切り目引ければ AT ですね。もうすぐ終わっちゃう。これで終了ですね。50枚え、ぶった切りスラッシュになってる。鉄砲がチャンスに行くんですけど、普通だったらそのまま AT 行った。多分ね、規定回数天井みたいのがあってボーナスの135がチャンスって書いてあった。1回目が天井だったんかな。何やと思われ1回目のラッシュで、これ最初の初期ゲームがめちゃめちゃ大事。基本20なんだけど20だね。え、初手封印した。で今 青いベルナビが来てるんですけど、次も青いベルナビが来たら約 40% 期待度ありますボーナスの。残念と。で今ちょっといろいろ起きちゃってるんですけど、封印中にボーナス引ければボーナスが全部ゲーム数上乗せになるので、今めちゃめちゃチャンス。急に赤あるから。赤ではない。えや OK。 これで1個目ボーナスで、今初回の1回目なんでボーナス1個なんですけど、ボーナス2連目でボーナスがこれ2つになる。赤7はねレギュラーボーナスみたいな感じだけど滑った。白はビッグボーナスですね。上から2番目、この1個上に青7があります。このキャラクターのランクが上がるごとにボーナスのゲーム数を上乗せ期待度が上がります。でここのランクアップ抽選が推し順ベルと、あとリプレイ以外の全役でポイント抽選してみるんで、リア役引ければチャンスっていう感じでもね、多分なかなかねここのゲーム数の上乗せはしないと思う。それこそボーナス3つとか4つとか引っ張ってきてたらまた違うんだけど、1個じゃなかなか厳しい。1ゲーム1ゲームの重みが結構あるから。これで終了ですね。頑張れ。あ、でも乗った。え、30に乗った。めちゃでかい。なかなかこれで10乗るところないと思うんだけどな。これ今2連目なんでボーナス2個で、まだ封印状態だからめちゃめちゃチャンス。赤そう。あ、終わっちゃったね。もう1回赤。よーしよ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 し。これで今 40%。 へい。赤い赤い赤い。 OK。 これでボーナス2個。一応ここビタ押しすると
ボイスで設定させてくれてるんだけど、ただ今失敗した。で、このブーストチャンスは、上乗せがここの残り枚数の上乗せになるんで、差枚数管理のなんか AT みたいな感じになる。何事も引けず終了で、もう1個あるからボーナスが、えい、また赤、えい、赤だね。これでボーナス2回終了でぶった切りスラッシュ、残り29ゲームから。え、次はもうボーナス3個だから。赤7、ピーン、えい、いいよ青7、40%、よし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 、風の傷打ってる、大丈夫、オッケー、これで3つ目、よいしょー、えいかー、なんでーあー、よかった、白ビッグ、えい、今これ気境が今白なんですけど、これが赤とかになるといっぱい封印のゲーム数もらえてるよっていう示唆になってます。よし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 、今これ多分ね、犬やしゃーって言ったのがデフォルトかな。え、やばい、懐かしい、そう、エブリリトルシングなんですよ。うわー、マジか。あんまり犬やさで懐かしがってると私は年齢とか公開してないんだけどバレちゃうね。1000枚獲得枚数超えるとぶった切りゾーンという 50% の引き戻しゾーンに突入するんで、最初目指すのはここの1000枚ですね。曲がちょっと懐かしすぎる。あ、今回は封印なしと。で、ラスト23ゲームから4連目、いいよ、始まってる。もう一打一打がめちゃめちゃ大事だから、高校まで来ると。赤、えい、よし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 、カゴメ頼む、いや白のまま、いけ、白のままだ、よし、えや、ちゃー、この3連目と、ね、4連目に、ね、壁がある。待って、弱者は 50% 最低でも。いや、これね、赤とかあるよ。いけ、いけ、あー、もうダメだ、おしまいだ、いやもう使い切っちゃったよ。次ラスト、赤、あー、もう、もうはい、最初に行って574枚で終了。ボーナスは一応6回引きました。で、プッシュ画面を押すと設定したなんですけど、これデフォルトです。焦らずに気長に待てば木は熟す。これなんかあの仕込みボーナスのスルー回数天井の示唆みたいなのやってるんだけど、なんか赤とかが出ないとダメみたいな感じだったと思う。急に来たの。あ、これぶった切りスイカだ。約2000何分の1とかのね、そこ発展したから多分そうだと思う。かっこいいね。
117ゲーム持ちコインです。ぶった切りスイカからボーナス。あ、斜め出すかも。斜めは AT のチャンス。特に何も引けず。お、赤いかけらチャレンジ。いきましたね。これかな、1ゲーム完結みたいな感じでプッシュをしてもぶった切りスラッシュでボーンって出てきます。ここでおりゃ、いきました。2連続で無事 AT。 ナイス。また面白い時間ができる。バグって40-20だね。初手1ゲーム目でかっこいいね、このカットイン。マジで1ゲーム目でボーナス。しかも白7。なんて面白い台なんだこの台は。あ、本当だ、枚数引き継いでる。前回の AT が終わってそのまま枚数で引き継いでるから、ここでなんとか1000枚超えないと、もうずっとここの1000枚の壁がね、ずっと立ち塞がっちゃう。で、次2連目、ボーナスが2個になります。りんちゃんは熱いでしょ、今までずっと囲みだったもんね。よし、赤い。よし、これで2個。ブーストチャンス。おー、よしよし、今回振り分けがいい。よし、振り分けマジでめっちゃいい今回。はい、2回ボーナス終了で封印ですね。早めに行きたい。ここの1000枚がそろそろ超えれそうなんだよな、次ボーナス引ければ。いやー難しい。いやー交互に来る、交互に来るって。だから次でラスト、青でこれラストだよ。じゃあ鍋何回。デフォルト841枚で終了です。上がれ、上がんないか。上から2個目だね。チャンスアップ、高額来たよ。当たれ。なあ、もう当たんないじゃんこれ。はあ、あ、たまた。今これで殺生丸ポイントがマックスになったから、これがシャシャシャっていけば月下第三停止までいけ。いった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 。これがね、ちょっと待って、これが期待度約 63% で、この毛量丸に勝てばそのまま AT に直撃します。50% あります。おー、レインボーだ。おー、ステイ、いきましたね。111ゲーム持ちこいて AT 直行です。嬉しい。いきます。多分まだね、同一有利区間内だと思うんだよね。そうだよね、663枚なんでまだ引き継いでる。1000枚をそろそろ超えたい。あー、20お願いします。
また1ゲーム目うりゃっ、よーしオッケー、まずは1個目1回目はビッグボーナスサクッとくるね、カゴダメでも大丈夫、当たる当たる、よーしオッケー、早い2連目、いいね、最初からしろ、レア役、え、ぶった切りチェリー引いた、え、これさ、ボーナスの枚数プラス300枚ってめちゃめちゃ美味しくない、え、もう2000何分の1、2回目なんだけど、え、これでしかも1000枚は超える、あんなぬるっとくるもんなんですね、びっくりした、もう一回引いちゃうか、さすがにね、あ、でも空気に、ぶった切りチェリーはさすがにこっちの上乗せ抽選じゃなくて直接枚数のこっちの上乗せになるんだな、ここで封印ゲーム数頑張ってめちゃめちゃ稼ぎたいね、一気にボーナス400枚取れました、でもう一個ボーナスあります、赤なんだね、よーし、えい、で一旦1266枚獲得です、で早めにボーナスを絶対に引く、え、次3連目なんで3つ、熱いんじゃない、これ初めて見たよ、へい、えい、にゃはー、壁を感じる、お、50% 弱手でも、よいしょ、なもったとか、あー、ふー、駆け抜け、はい、1298枚3連で終了、2連か、2連で終了、セッション丸とリンは、高設定資産期待度中、これ絶対潜める、期待度 50%、 もう分かりやすく犬屋敷が開眼したら AT、 じらすね、あ、それだ、半分使ってる、やばいやばいやばい、長い長いだけ、いやちょっと待って、3ゲーム3段階目、え、しかもレア役外したってこと、ジャックチェリーダメか、早い早い、見事いった、450%、これで戻ってこれました、よかった、へい、20ゲームで、一旦これで多分有利期間切れたんで、また0枚からスタートですね、金だねー、これじゃ、これで変なとこで押すと異様って言ってくれる、これが好き、白ここからまた1000枚を目指して打っていきます、
ごいサクッとしすぎてびっくりしちゃった。200枚乗りましたね、スイカから。ホーキー封印しました。ボーナス1回で301枚出てるからね。で次に2連目、出た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 、ちょっと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 、違うじゃん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 、落ち着いて、違う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 、考え直して。あ、これね、熱い、たまにリプレイとかでも行くんだよな、風の傷だもん、大丈夫よ。あ、久々のブーストチャンス、はい、あ、適当でいいんだ。500枚突破、青、よしよしよし、結構ね封印が長い、頑張れ、いけ、キャーダメだー、めちゃめちゃ封印多分10ゲーム以上してくれてると思う。よしよしよし、いやー、行かないよね、終わっちゃったわ、とうとう、あんなにやった封印が。ジャックベリー多分背景赤いと思う、いけ、なたかっくくい、ラストチャンス、当たってみろ、当たるわけないよね。またこう設定した次ですね、611枚で終了しました。引き戻しからは結構久々の通常時だね。結果スイカチャンス目の1尾から行くんだけど、多分それに当選してた、びっくりした今。143ゲーム、あと目標枚数まで大体あと700枚ぐらいかな、なんでここ AT 入れられれば全然久々に達成できる。よし、いきましたね、勝率 50%。 レア役かな、レア役、ジャクティリーカットインで、ここも帯の色あって上がるほど期待度アップ。緑まで行って、ダブル、でっか、行きました、簡単、154ゲーム、また次回 AT ですね、持ち込みです、はいはい、20ゲーム、よし、赤が見たい、はい、よし、 OK、 最初の1個2個は結構難なく突破してくれるんだよな。よし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 、絶対やる、出た出た、交互パターンね、
やめてくれ。まだ封印中よ。いや本当にねガチで悔しい。いやーここで来なくなっちゃうもんな。ようできてるわ。赤よし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 。セッション丸様頑張れ。よし最初から赤。もう久々に赤見たよ。へい、ブーストチャンス。今3連目なんでボーナスチャンスで封印中です。ここ引けるか引けないかでだいぶ変わると思う。次3つだから。セッション丸様ダメ。赤で赤で赤で、いやはー赤文字で黒。何回やるねんこの流れ。ラスト青でラストチャンス。終了ですね。デフォルト724枚でした。すごい全員カットに来た。早かった。30ゲームですね。ボッチコインで赤い。レア役引いてる。追加行きましたね。かけらチャレンジ、えい行きました。カンちゃんこれ生からぶった切りスラッシュ復帰です。20ですね。736枚スタートなんであと280枚か出せば。初めて赤文字。大丈夫でしょう。さすがに。よしよし。ふうバーストだ。頼む。赤い。頼む。よーしオッケー。ワンチャン1000枚これで超えれるかもしれない。うまくいけば。1個目のボーナスが終了しました。これ次がビッグだったら1000枚超えますね。よしよしこれで1000枚超えるわ。ドーン。出た出た。青。いや違うじゃん。3枚エベルからこれさすがにもらったでしょ。いやよしこれで3つ目のボーナス。へい。1個目はブーストチャンス。今投資がね2万1000円なんで966枚なんですよ。でかける2だから1932枚ですね。持ちコインやればプレゼントなんですけど今1932枚ね絶対ある。で3つ目のボーナス。いやー全部化け。うわーはい、3つボーナス消化したんで残り13ゲームでぶった切りスラッシュ。次はもう4つでかいよ。4つ取れたら赤で。あーラスト1ゲーム。いやー終わっちゃった。はい終了ですね。一応枚数引き継いで1302枚で終了です。デフォルトでここから 50% の引き戻しゾーン。緊張する。うん最初はねちょっと優しいんだよな起こすの。もう一個。いやーそろそろちゃんと起こしてもらわないと困る。
告するから。もう一個。いやーダメか。あと2ゲーム。いや、うまい今日本当に。これで最後ぶった切りラッシュ、やり直し、こっから頑張ろう。また20、よしよしよし、やっと1回目、よし若い、えい、よしよしよし、レボルト、よし、オッケー、で、ショーマル様出て、えい、白だけどいけ、よし、オッケー、文字は黒だけど、えや、よっしゃー、でかい、ここ超えたの。これでボーナスがうまいこといけば1000枚超えれそうだけど、またチャンス目だ、えい、100枚乗った。こういうのがあるから全然1000枚超えれる。この音楽めちゃめちゃ好き。あのね、汎用犬夜叉っていうね曲のタイトルなんだけど、すごいかっこいい。今初めて流れた気がする。ブーストチャンス中ずっとこれ流れてくれたらいいのに。え、かっこいい。ちょっとこれみんなもね聞いてほしい。これ超かっこいいから、この音楽。あとね3つもあるからね。楽しくてしょうがないよこんなん。ラストチャンス、赤か、ナビダッシュ、惜しかった。939枚で終了です。デフォルト、はい、実戦終了いたしました。今日は1日パチスロ犬夜叉を打ち切りまして、投資の方が2万1000円なので966枚で、回収の方が3513枚というわけで、久々に解消いたしました。何回ぶりか分かんない。本当に半年ぐらい私勝ってなかったんじゃないかって思うぐらい結構負け続いてたんですけど、やっと勝ててよかったです。で、ヌエサなんですけど、最初朝一天井付近までハマっちゃった以外は結構コンスタントにボーナスから AT つながってくれたりとか、そのまま AT 直当たりしてくれて、本当にめちゃめちゃ面白かったです。本当久々にスロットってこんな面白いんだってずっと打ちながらねしみじみ感じれるぐらい面白かったので、ちょっと犬夜叉流行ってくれたらいいなと思います。なんかねエンディングとかはいかなかったんだけど、引き戻しゾーンで引き戻して、そこで一気に2000枚ぐらいの塊取れたりだったりとか、なんか 6.5 号機ってあやっぱりねすごいんだなっていうのを今日1日で実感できたので、これからスロット 6.5 号機多くなってくると思うので、スロットも楽しく打てたらなと思います。で、先ほどオープニングで紹介したあのシンディのドットクッションなんですけど、応募の URL が、動画の概要欄に載せますので、そちらからぜひご応募ください。必ず1名にお届けいたしますのでご安心ください。で、もし欲しい商品とか、あと久々に勝ててよかったねとか、なんかそういう温かいねコメントすごく私見てるので、していただけたらすごく嬉しいです。で、あとこの動画への高評価とニコ生チャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。では、また次回もね勝ちたいと思いますので、
またぜひ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。